さて、こちら、漁港人一休さん笠岡店に来ています。こちらで美味しい今海鮮的なものがいっぱい来てるんですけれども、ここのお店の売りっていうのは何ですか？瀬戸内 の、はい、の地元のお魚が、新鮮なお魚が美味しく食べれるということですね、はい。なんかちょっと先ほどですね、イケスもあったので、ちょっと元気な魚がすごい泳いでいたので、ぜひここでいっぱいいただいてみたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。こちらのお刺身すごく透明感がありますが、これは何でしょうか？黒木の薄造りになります。あ、はい、なんかこれ種類がたくさんありますが、うん、こちら何ですか？こっちのちっちゃいのに入っているのは黒、肝と縁側になります、はい。こっちに身とその上に皮が、はい、4つの味が楽しめるんですね。そうですね、そのままも食べれますし、その肝をポン酢に溶いてもらって肝ポン酢にして召し上がったら余計また美味しいんで。肝ポン酢ですか？はい、醤油はね、ね、聞きますけど、はい、初めてです、ね、ポン酢でいただくんですね、はいはい。ではじゃあ、はい、すごいビッグ大きいのが来ましたね。大きいの来ましたけど、本当だ、すごい、本当にプリプリしてる。いただきます。はい、では身をいただきましょうか、うん、やった、美味しそう。すごい、あ、ね、これ透けて先が見えるぐらい透明です ね、美味しそう。お箸が見えてますよ。わ、本当ですね。じゃあこの肝をくるっと巻いて、あのね、はい、巻けますか？うん、肝の方が大きいから。あ、そうですね、いただきます。よいしょ。ポン酢が合いますね、うんうん。ポン酢の酸味とこの白身魚のこの食感、なんて言うんでしょうか、この多分ね、ポン酢とその肝の感じがまた身の甘さを引き立てるようなとこがあるんですよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。それが醤油でいくと、醤油にやっぱ身が上品なんで負けるんですよ、醤油の濃いのに。で、ポン酢の方でこう、だからポン酢なんだ。ぜひ皆さんも笠岡にいらした時にはこちらに立ち寄っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。